翔平、異例の。ドジャースの大谷翔平投手が25日、違法賭博問題で解雇となった水原一平氏の騒動に対して声明文を発表。一連の件について、大谷が言及するのは初とあって、声明文を読み上げた会見は日米が生中継するなど異例の注目度となった。この日、エンゼルスとのオープン戦前に会見を開いた。日本時間の午前6時45分という早朝ながら、テレビ東京を除いた民放各局や NHK は放送中の番組内で生中継映像を流した。米テレビ局、CNN も全米で生中継するなど、関心の高さを示していた。ファンもネット上で、こんなに集中してテレビ見たの何年ぶりか、大谷選手も早く自分の口で語りたかったんだろうな、どのチャンネルも大谷翔平の生中継してるなどと反応していた。20日の水原氏解雇以降、大谷がメディアに対してコメントするのは初めて。会見冒頭で大谷は、僕も話したかったので嬉しく思っていますし、チームの関係者の皆さん、僕自身もそうですけど、ファンの皆さんもほぼ1週間くらいですかね。厳しい1週間だと思いますけど、我慢とご理解をしていただいたのはすごくありがたいと思っていますと話した。どのチャンネルも大谷翔平で草。全チャンネルが大谷は異例すぎ。全米が熱狂してんな。大谷さん一気に全米で知名度上がってそうなのが皮肉。大谷さんのピーターパンイメージがついたわ。これが本当の全米が湧いた。世界の水原一平。ようやく全米に注目されたんだね、とうとう来たね。向こうでも大人気なんだな、すごい。ドジャースも開幕からとんでもないことになったな。すげえな、なんか。白だろうな。送金方法はそのうち判明するさ。空、海を越えてピートローズが来たら祭りや。やっぱり野球選手って知名度高いんだな。大谷が全米で人気ってガチやったんやな。ただの通訳が違法賭博しただけで、ここまで日米騒がすの一平さんすごすぎやろ。